ビルバオトラムは、スペイン、バスク州ビスカヤ県のビルバオを中心とするビルバオ都市圏で運行されているトラム。2002年12月12日に開業し、単にエーセンとも呼ばれる。エウスコトラムがバスク自治州で運行する2本のトラムのうちの1つであり、もう1つはバスク自治州とビトリアガステースに存在する。14の駅を持つ1路線からなり、メトロビルバオ、 バスク鉄道、セルカニアス・ビルバオと接続している。ビルバオトラムは、ビルバオ都市圏の交通網を改善するために、建設され、メトロやセルカニアスの駅がない地区を走っている。また、ビルバオトラムは、ビルバオグケンハイム美術館や、エスタディオ・サン・マメス・バリアなどの文化施設への足となっている。15年間かけて、トラムが、ライトレールの地下鉄の必要性を実行する研究と、 調査が行われ、1999年5月に、路線の第1段階の建設が開始された。最初の6停留所は2002年12月18日に開業し、バスク州連ダカりの不安補正イバレチェが開業の挨拶を行った。2003年から2004年には新たに4停留所が開業した。2008年には路線を延伸して3停留所を追加する計画が提案された。 英衛線は、現在の終着駅である、バスルト駅からアウトノミア通りやレカルデ地区への、延伸が計画されているが、バスク自治州政府は2009年、延伸計画を方針転換することを決定した。2010年には、アウトノミア通りとラカシジャ広場に駅が追加された。ビルバオトラムには14の停留所が存在する。停留所のプラットフォームは低く、 プラットフォームが歩道そのもので代用されている停留所もある。ビルバワーチュリ停留所を除き、全停留所が無人であり、キップを購入するための自動券売機が設置されている。キップを一度購入したら、券売機の横に配置されている改札機に通さなければならない。停留所の床は、トラムの床と同じ高さであり、車椅子、乳母車、ベビーカー、高齢者も乗り降りしやすい。 全駅停留所にシトランシステムが導入されており、液晶画面で発着情報など乗客が必要なリアルタイムの情報が提供される。シトランシステムは次に到着する2本の列車の情報だけでなく、支援情報、可能性のある問題、他のメッセージを表示する。グッケンハイム停留所に停車中のトラムはウトノミや、通りでの工事風景現在の路線数は1路線であり、 A 線と呼ばれる。ビルバワチュリ停留所が起点であり、ラカシジャ停留所が終点である。月曜日から金曜日は10分間隔で運行され、ラッシュアワー、早朝、深夜には本数が少なくなる。ビルバワチュリ停留所からピオバロハ停留所までと、サビノアラナ停留所からラカシジャ停留所までは、自動車などとともに平用軌道を走行し、ピオバロハ停留所からエウスカルドゥナ停留所までは、 芝生が敷かれた専用軌道を走行する。ビルバオトラムとバスク鉄道の現行のターミナルはいずれもビルバオアチュリ駅である。将来的にはすでに存在する線路を使用してエチェバリのサンアントニオ駅まで延伸し、メトロビルバオの C-3 線と接続することが計画されている。ソロツァウレ地区の都市計画にはビルバオ市中心部とソロツァ地区、ソロツァウレ地区を結ぶ 新路線を建設する計画が含まれている。ビルバオングッンハイム美術館の最寄り駅である。名称はバスクナショナリズムの父と呼ばれるサビのアラナに由来している。アスレティックビルバオのホームスタジアムであるサンマメス、バリアの最寄り駅である。オスピタレアとはバスルト病院のことである。ありがとうございます。